江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、日本の話題でございます。日経史上最高値に韓国、日本は高度成長期に戻るのかということで、韓国の反応記事とご一緒にご紹介していきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。日本の株式市場で日経225平均株価、日経指数が再び史上最高値を記録した。10日、日経指数は全取引日より 0.61% 上昇し、41,831で取引を終了した。日経指数はアメリカのニューヨーク証券取引所が史上最高値を更新したことを受け、この月に入ってから上昇ラリーを続けている。4日に 41,913 を記録し、3ヶ月ぶりの高値に達した後、前日とこの日に連続して最高値を更新した。日経指数は最近の短期急騰による利益確定売りの影響で開場時には下落した。しかし、連日の米国株式市場の好調を受け、外国人投資家の日本株買いが加わり、方向を変えた。9日、現地時間、ニューヨーク証券取引所では、スタンダード&プアーズ S&P500 指数 0.07% とナスダック指数 0.14% が、それぞれ5取引日、6取引日連続で、終わり値ベースの史上最高記録を更新した。指数上昇の背景について、日本経済新聞は、米国技術株の上昇が続いていることを背景に、海外投資家の日本株に対する買い意欲が強いと分析している。この新聞は、時価総額が大きい大型株と株価指数先物に、海外投資家からの大量の資金が集中し、午後に株価が一段上昇したと述べた。NH 投資証券のキム・チェユン研究員は、半導体ラリーで今年1、3月に上昇していた日本株式市場が、NVIDIA の調整の影響で方向を変えたと述べた。5月から先月までは横ばいの状態だったが、最近になって再び外国人の買い越しが見られるようになったと分析している。彼は、5週連続で売り越していた外国人が戻ってきたのは、第2四半期のポートフォリオ調整が完了した影響だと考えられると述べ、先月末から株主総会シーズンが始まり、企業の株主還元策への期待感が高まったことや、今月末に決算シーズンが始まることなどで短期的な急騰が起きたと説明した。キム研究員は、7月末から株価を押し上げる材料が本格的に出てくる予定だが、それまでは再び調整を受ける可能性があるとし、視野を広げてみると指数は下半期にかけて上昇するだろうと予想した。はい、というね、内容でした。それではですね、こちらに対して警告の反応行ってみましょう。はい、ということでね、ちなみに台湾も、史上最高値ということでね、韓国は年初最高値だそうです。はい、市場ではないです。市場最高値ではないですね。それでは行ってみましょう。日本、アメリカ、ヨーロッパ、全世界の株式市場が史上最高値。我が国はグローバル化もユン災害のおかげで株もいじめ3-0。日本復活か、80年代昭和天皇時代の高度経済成長期に戻るのか2-1。大韓民国株式市場は最高値3300ポイントどころか、大部分の銘柄が新安値1-0。我が国のコスピはなぜ他の国はみんな株式市場が好況なのに。外資が C 国から資金を引き上げ日本に投資、 K 国の個人投資家たちは金融投資税を避けたいと外国株投資家と日本株投資家に変身。世界の株式市場が高騰しているのに、我が国だけ、我が国も元の位置に戻るべきなのに。日経は新高値更新なのに、コスピはマジで警告、株式市場はクソ更新国だね。日経4万1000突破、岸田の支持率は最低、株価と支持率関係なし。関係ないね。日経もクソみたいに上がってるのに、クソコスピは本当に何してるんだ、マジで秒針指数。警告株式市場が秒針なのが今に始まったことかよ、わらわら。日経にフィナーレはない、無限の上昇だけ。マジで深刻だよ、手首が飛ぶ音があちこちから聞こえるね。やはり大日本帝国らしい、日本、東アジア永遠の最後の勝者と生存者。反ヌチム条件愛国主義者は滅亡域。K 国のクソコスピと比べ物にならないね。日経は何なのか、今俺が見ているあの数字は本物なのか。
株価が上がった分だけ為替レートが。まあまあまあ。警告は朝鮮時代ですね。かっこ笑い。米国も史上最高、台湾も史上最高、日本も史上最高。バカのせいで警告はまだ。時価総額1位のサムスン電子が上がらなければ指数は上がらないのに、タミ労組の手先全サムスン労組が名分もなくデモするせいで警告市場の未来は真っ暗だ。ああそうだね、無期限デモやってるからね。あー悪材料だよね。日本は史上最高値を記録しているのに、警告コスピはなぜこのざまなのか。共に民主党が言ってみろ、うんざりだお前たちを見ると。 1.3 共に民主党が犯人だ、責任を取れ、解散させなければならない。 4.8 はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。これ辺かな。ああ、終わり値で4万1000超えたんだっけな。こっち見てる場合じゃないだろう。経済足元崩壊してるぞ。日経平均は中身コロコロ変わるからあんまり当てにならないって聞いた。他に投資できる国がないだけで、強をこっち見ないでくださいよ。ほらほら、キム・ロジャースにお願いしてきなよ、わらわら。カスピさんはいつ3000に戻るんです、わらわら。おいおい、お前らの株価はどうなってんだ。じっとも上がらずオワコンかよ、ギャハハ。高度成長期に戻るのではなくて、すでにその上に行ってるんだよ。お隣は全てのランキングが下降しているよね。継続しないよ、円安は続くし、何か実績あって上がってるわけじゃない。確か C 国はいい市場って言ってたよね、あの経済音痴新聞。前は半導体関連の株が牽引してたけど、今は幅広い銘柄買われてますね。揺さぶりでなく安定期が見えたから戻ってきたんだろうな。キムおじいちゃん息してるんかね。バフェットおじいちゃんはウハウハみたいだけど、いつもああだこうだって偉そうに言ってるけど、何一つとして実行に移さねえじゃねえかよ。日本が伸びると K は沈む、悪い円安トマス53は騒ぐが、警告に都合の悪い円安って意味だからね、残念だったな、わら。いや、運の影響以前にムーからしてきたことの生産中になってんだよ、 K は。カモならまだいいけど息してないと思われてるんじゃね。まあアジアって日本と台湾だけだからな。岸、そろそろ投資税を、家なんでもありません。そら岸田政権は株価好調を盾にやろうとしてることが支持されてねえもの。ってことはユンユンも実は関係ないんじゃないの。お前らの国に投資する価値とかとかないだろ。空売り禁止とかやっている国投資とかできないだろ。そもそも有料株がねえんだから買われないに決まってるだろ、わら。ユンのせいにしとけば自分たちの心の平穏が得られるだろうが、警告はセウォル号になるんだよ。一部の国家運営側だけ逃げおうせる、わら。普通は株が下がったらおしめ買いするんだけど、どこまで下がるかわからないし、通貨も下がるから買うだけ無駄。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。